どうも、新宿アンツです。よろしくお願いします。します。いや、この前ね、ウーバーの配達した時にあった話なんですけど、その配達先の隣の家の一軒家のおじいちゃんがこう道路に水撒いてたんですよ。で、その水の撒き方、水の撒きのそのフォームが変で、普通こう柄杓でね、こう、あ、柄杓なんだ。そう、こう下からこうじゃないですか。はいはいはい。で、そのおじいちゃんこう柄杓に水入れてこうやってたんですよ。オーバーハンド。そう、すっごい下に叩きつけてて、もう跳ね返りとか、そう、水の粒がもう散弾銃みたいになってるんですよ。あのワンピースのその魚人島で、魚人と初めて戦った時みたいな。どの？あの、サンジが言ってたでしょ。サンジが言ってた。水、あいつにとってはただの水かけ遊びがまるで散弾銃なんですよ。みたいだなって思ったんですよ。わかんない。散弾銃だな。巨人詳しすぎて。で、その、跳ね返りがもう、僕にもかかってくるぐらい巻いてたんで、迷惑こう。でもなんかちょっと気になって、ちょっと勇気出して話しかけようと思って。やめろよ。ダメだよ。で、かかってダメだよ。まあ、今日暑いですもんねって言って、なんでそんな叩きつけてるんですかって聞いたら、はっきり、いや、この辺蚊が多くてよっつって、本当に水を武器として扱ってたっていう。合ってました。僕の推測が合ってました。合っててよかったです。合っててよかったですね。ねえ。